バムブー MV、ファン熱狂の理由はこれだ。メンバーの個性とチームワークが光る。バムブー MV、ダンス、歌、ビジュアル、すべてが完璧。何度見ても飽きない。IMP の最新 MV、バムブーは、公開以来、多くのファンの注目を集め、熱狂的な反応を引き出している。そのエネルギッシュでダイナミックな映像美は、ファンを魅了するだけでなく、 彼らの音楽性やパフォーマンスの新たな一面を引き出している。IMP というグループ自体は、これまでも高い評価を得てきたが、この、バムブーという楽曲と MV のリリースによって、さらにその評価は高まっている。特にファンの反応が興味深い点は、彼らがいかにこの作品に対して感情的なつながりを感じているかということである。YouTube や SNS 上には、ファンがリアクション動画を投稿し、 その中で見せる驚きや感動の表情が、多くの人々にとって共感を呼んでいる。こうした動画の人気は、MV の魅力をさらに広げる手助けとなっており、視聴者が、自分もその反応を体験してみたいと感じさせ、最終的に MV の再生回数や IMP への関心を増大させている。バムブーの MV は、その内容だけでなく、制作の背景にも多くの注目が集まっている。 MV にはいくつかの隠されたメッセージや象徴的なシーンが含まれており、それらを解読しようとするファンも多い。例えば、MV 内で繰り返し登場する竹や自然のモチーフは、日本文化に根ざしたテーマを反映しており、竹が持つ成長やしなやかさといった象徴性が、IMP の進化や柔軟性を表現していると考えられる。このようなディテールのこだわりは、ファンだけでなく、 音楽や映像作品に対して鋭い目を持つ批評家たちからも高く評価されている。また、MV の舞台裏に迫る内容も多くの人々の興味を引いている。IMP のメンバーたちがどのようにしてこのパフォーマンスを準備し、撮影に挑んだのか、そしてどのような挑戦を乗り越えたのかを知ることで、ファンは彼らへの尊敬や親近感をさらに深めることができる。特に メンバーそれぞれの個性や役割がどのように映像の中で反映されているのかを探るファンも多く、各メンバーの動きや表情、衣装の選択に至るまで、さまざまな視点から議論が展開されている。影山拓也、佐藤ら、元井俊介、椿大河、鈴木大河、横原由紀、松井湊という IMP のメンバーたちは、それぞれが独自の魅力を持ちながらも、グループ全体として強い一体感を持っている。 この一体感こそが、バムブーのような作品において重要な要素であり、視聴者に強烈な印象を残している。また、彼らのパフォーマンスには、それぞれのメンバーが持つダンスや歌唱力の高さが反映されており、それが IMP の楽曲全体を一層魅力的なものにしている。MV に含まれる象徴的なシーンは、ファンにとっても考察の余地が多く、特に物語の裏に隠された意味や、 各シーーンに込められたメッセージを解きき明かそうとするる動がが広がっている例えば、竹が何度も登場することや、光と影の使い方、メンバーの立ち位置やカメラアングルに至るまで、多くのディテールが議論の対象となっている。こうした要素は、単なるエンターテインメントとしてではなく、作品を深く理解しようとするファンの間での対話を促進しており、IMP というグループの魅力をさらに広げている。 バムブーの楽曲自体も非常に耳に残りやすいメロディーを持っており、特にサビ部分のリズミカルなフレーズ、ブン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 、バンブーは、多くのリスナーに強い印象を与えている。この繰り返しのリズムが、楽曲全体に力強さとエネルギーを与えており、聴いているだけで体が自然に動き出すような感覚を引き起こす。IMP のファンだけでなく、初めて彼らの音楽に触れた人々にとっても、 この楽曲は非常にキャッチーですぐに覚えやすい特徴を持っている。またこの楽曲は XGames というスポーツイベントのテーマソングにも採用されており IMP の音楽が持つダイナミックさやエネルギーがスポーツと非常にマッチしている点も注目されている。彼らのパフォーマンスが単に音楽シーンだけでなく他のエンターテインメント領域にも影響を与え始めていることは。 今後の IMP の活動の広がりを予感させるものでもある。ファンは、こうした IMP の新たな挑戦に対して非常に熱心に応援しており、特に SNS 上では、彼らの楽曲や MV がリリースされるたびに大きな反響を呼んでいる。ファン同士が、バムブーをどれだけ視聴し、シェアし、評価するかによって、IMP をさらに多くの人々に広めようとする熱意が伝わってくる。また、 ファン同士の連帯感も強く、例えば、高評価ボタンは公開後に押そうといった具体的なアクションプランを共有し、MV の再生回数や評価を最大限に引き上げるための戦略が立てられている。IMP のメンバーも、こうしたファンの熱意を非常に感謝しており、SNS 上での発信を通じて、ファンとのコミュニケーションを積極的に行っている。特に、リリース前後にはメンバー自身が直接ファンにメッセージを送ったり、 リリース後の感想を共有したりすることで、ファンとの距離感を縮めている。こうした双方向のコミュニケーションは、ファンにとって非常に特別な体験であり、彼らの応援をさらに強固なものにしている。バムブーの成功は、IMP のこれまでの活動の集大成であると同時に、彼らがこれからさらに進化していくための大きなステップでもある。ファンの期待に依頼つつも、常に新しい挑戦を続ける彼らの姿勢は、 多くの人々に感動を与えており、彼らの未来に対する期待感も非常に高まっている。IMP は単なる音楽グループではなく、彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、ファンとの深い絆を築き上げている存在である。このように、「バムブーという作品は、IMP のメンバーたちの才能と努力の結晶であり、ファンとのつながりをさらに強化する役割を果たしている。そして、この楽曲と MV を通じて、 彼らは今後も音楽シーンに新しい風を吹き込み続けるだろう。ファンはその旅路を共に歩み、彼らの成功を全力で応援し続けていくに違いない。バムブーの成功は単なるスタート地点に過ぎず、IMP はこれからさらに多くの挑戦と成長を遂げる可能性を秘めている。彼らの音楽はもちろんのこと、パフォーマンスやビジュアル、表現に対する情熱とこだわりは、彼らを単なるアイドルグループ以上の存在へと押し上げている。 ファンはもちろん、初めて IMP の作品に触れる人々にも、その独自の魅力を感じさせることができる。特に注目すべきは、IMP が音楽に込めているメッセージ性である。バムブーに象徴されるように、彼らの作品にはしばしば日本の文化や精神性が反映されており、竹のしなやかさや強靭さはその一例だ。竹は風に逆らわず、柔軟に対応しながらも、決して折れない強さを持つ。 このテーマは IMP の音楽的なスタンスとも重なる部分があり、どんな環境や困難にも適応しながら、自分たちの個性を失わずに成長し続けるというメッセージを暗示している。IMP のメンバー個々の魅力も、この成功を支える重要な要素だ。影山拓也、佐藤あたら、元井俊介、椿大河、鈴木大河、横原ゆき、松井港といった各メンバーは、 それぞれが異なるバックグラウンドや特技を持ちそれがグループ全体の多様性を生み出している。ファンはそれぞれのメンバーの個性や強みを愛し、彼らの成長を見守り、応援している。この多様性は、音楽やパフォーマンスの中で新しいアイデアや表現を生み出す源となっており、IMP が他のグループとは一線を画す理由でもある。また、彼らのビジュアル表現やスタイリングも、ファンに強いインパクトを与えている。 バムブーの MV では自然の風景や竹林の中でのパフォーマンスが中心となりその中で見せる彼らの洗練されたスタイリングがより一層楽曲のテーマを引き立てている。IMP のメンバーはそれぞれが異なるビジュアル的な個性を持ちながらも統一感のある演出の中で一体感を保ち視覚的にも音楽的にも見るものを魅了している。